ドミトリー・サベリエヴィッチ・シュワエフは、ロシア帝国、ソビエト連邦の軍人。ロシア帝国軍時代の最終階級は、不評代償。第一次世界大戦中、軍事大臣を務めた。主任や選手警官としてのシュワエフには、広報地区に準備された物資の登録と配分が委任された。戦時中、1912年に制定された補給システムが破綻したため、 1916年、軍給食料庫が組織された。1916年3月15日、軍事大臣に任命。シュワエフの軍事大臣への任命は、当期間、軍の補給が主要課題となったためである。1916年度の軍事費は113億9550万ルーブルに達した。1917年1月3日、ミハイルベリアエフと、 軍事大臣を交代し、3月10日、軍事会議議員に任命された。10月革命後、赤軍に移り、軍事教育施設で講師を務めた。1920年のポーランドソビエト戦争時、第4ソビエト軍の参謀長、司令官を務める。1922年、ペトログラード軍管区参謀長、後に、ビストレル家庭の講師。1920年代末から、 年金生活に入る。1937年、内務人民委員部により逮捕され、重殺。死後、名誉回復された。ありがとうございます。